こんにちは、チョメです。今日もね、ちょっと他のライフをやってみます。で、何をやろうかなと思ったけど、カリウドの服を作りたいから、ちょっと裁縫をやってみるわ。はい。まだ素材集まってないかもしれんけど、先に木こりやった方がいいかもしれん。チョメはライフ裁縫師になった。かわいいね。蝶ネクタイ。チョメ、おめでとう。今日からあんたは裁縫師だ。その衣装はライフギルドからのプレゼントだ。なかなかお似合いだと思うぜ。おっと、慌てなさんな。まずは裁縫師のイロハってやつを教わらないとな。ライフのマスターを訪ねてみるといい。地図に矢印をつけてやったからよ。印ね。胸を張って行ってきな、新米裁縫師。いつも言われるな。じゃあ裁縫師のマイム。確か着ぐるみ族だったかな。おばあちゃんがおった気がする。おばあちゃんと着ぐるみがおったね。あ、まだ夜だね。もうちょっとで夜が明けると思うけど、ちょっと実況的に朝にしとけばよかったな。夜の音楽落ち着くからいいか。どうなんだろう。夜中にこれをやるってね。あ、いきなり音楽か。ほんと、ここのファンタジードの世界みんな徹夜で働いてますよ。あ、おったおった。おばあちゃんだった。マイム、いらっしゃい。あなたが見習い候補生さんね。ギルドの方から疑ってるわ。新人さんはいつでも大歓迎よ。私はマイム。あちらは着ぐるみ族のプーリーよ。プーリー後輩になるかもしれないチョメさんよ。プーリー、挨拶はどうしたの？僕は裁縫師になれた。指先も心も。忙しいマイムさん、お手伝いするよ。ラン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 。ふふふ。おはり仕事と歌に夢中で聞こえてないみたいね。私と彼とであなたが一人前の裁縫師になる手伝いをさせていただくは男の子みたい。ライフクエストをスキップして、いや、スキップしませんよ。遊びましょう。では挨拶はこのぐらいにして、これをあなたにお渡しします。練習バリを手に入れた。またいつも通りね、装備してね、縫いましょう。はーい。タンポポコットンをお願いしようかしら。だからタンポポの綿をね、拾わんやいけんね。レシピ。はい。まあ、パーテル大平原東とかにも結構落ちてるね。裁縫師、駆け出しの物語、真心を縫い込めて、やっていきましょう。はい。じゃあ、まず、すぐ装備や。着替え。あ、この服はね、もうそのままにしとくからね。ライフ道具で、練習針。あれあれまだだった。あー、カットせんよ。工房でプーリー、まずプーリーと話さなきゃいけないのか。ちょっと先走っちゃっただ。波縫い、ぐし縫い、返し縫い、スコバイ、星止め、シャーリング。ララララララ。裁縫師になれました。わ、びっくりしたよ、もう。僕はプーリー、君は誰？チョメですよ。やっぱり聞こえてなかったのね。そっちがチョメさんよ。ほら、さっき話したでしょ？もしかして新しいお弟子さん？僕はプーリー、よろしくね。マイムさんから針をもらったよね。だったらもう何か作れるはずだよ。最初に作るものはやっぱりタンポポコットンでしょ。となると、材料のタンポポ綿が必要だね。教会の庭にいるシュシュさんに分けてもらうといいかもね。シュシュさんって名前覚えてる？さっきの僕の替え歌に登場してたでしょ。あ、そうだ、僕も一緒に行こうかな。プーリー、やるべきことは終わったの？あ、そうでした、仕事いっぱいありました。やっぱり僕行かないことにします。で、気をつけていってらっしゃい。じゃあ一人で行くか。なんかなかなか読みづらいな。ちょっと昼に、あ、昼になったみたい。話してたら朝になってました。夜更かししちゃったみたい。じゃあどんどん行こうね。郊外に一緒にいるシュシュと話そう。シュシュさんって会ったことあるかな。下の方が早いのか。なるほど。いや、久しぶりにこのね、目覚めの挨拶、朝のね、音楽が聴けますね。これもいいよな、ほんと。ダッシュも極力入れて。だったらこれ一回ライフギルドに飛んでダッシュスキルを回復すればよかったな。波ね、あ、同じこと言ってるから以下略。ふう、ダメだ。歌を歌っても気分が上がらない。やっぱり私、あの頼みは断るべきだったのかな。このままでは逆にみんなの迷惑をかけることになっちゃう。あ、なんかどっかで会ったと思ったらファンタジーライフオンラインじゃないか。びっくりした。いつからそこにいたの？
そうよ、私がシュシュだけど不思議なんだよね、このキャラ。なんだ見習いの裁縫師さんってあなたのことなのね。おばあちゃん嬉しそうだったな。今度新しいお弟子さんが来るのよって。あ、そうだ、あれをあなたに手伝ってもらえば。あ、いや、なんでもない、さすがにあなたは経験が足りないか。ごめん、今の話は忘れてね。なんか、なになに、怖い怖い。そこの茂みにいるのは誰？誰もいないよ。やっぱりあなたね。誰誰？あなたじゃないね。ないいねか。ないいねとか、この伸ばしは着ぐるみだな。隠れたってもだよ。喋り方でわかるのは、そうそう、伸ばしがね、ちょっと、あれだからね。あった。バレちゃったねのね。まったくプーに行ったら、一体どうしたの？昨日からシュさん元気ないからちょっと心配なんで、なんです。なんですじゃなくて、なんですよからね。それは気のせいだから心配しないで。でもなんだか忙しいし、ため息ばかりついてるし。大丈夫よ。早く帰ってマスターを手伝ってあげて。だったらよかったです。僕帰るね。ねえちょめ、僕はここに来たコート、内緒だよ。大丈夫よ。この人、私と口があって口が硬そうだから。ありがとうね、プーリー。バイバーイ、シュシュさん。かわいい。シュシュさん、何か心配事があるなら、マイムさんに相談だよ。プーリー、あなたにもお礼をしなきゃね。さっきのこと言わなくてくれてありがとう。ところで必要なものがあるんでしょ？それってタンポポ綿でしょ？マイムさんの最初の試練はいつだってタンポポコットン作りだもんね。タンポポ綿なら町の郊外にたくさん生えてるけど。でも取りに行くのは大変よね。はい、これよかったら使ってちょうだい。わー、2つ手に入った。ありがとうございます。じゃあ頑張って。私が悩んだことは内緒だからね。どこに戻る？あ、これは工房に戻ってたか。マップで、ライフギルドに一回戻ろう。自宅の方がいいんかな？そしたら、このダッシュのやつもね、溜まってるからね。ここでもうダッシュが鍛える。ほら、SP も全回復するからね。家の方が早かったかな？ショートカットもできるし、ダッシュのレベルも上げれる。一石二鳥や。本当はここにワープできるのが一番いいんだけど、まだなんかできないみたいだから。はい、到着しました。プーリー。はい、お帰りなさい。素材が揃いましたね。僕ずっとトイレにいたことになってるのでよろしくね。聞こえるよ。はい、それでは試練を始めましょう。始めましょうか。そこの作業台の前に立ってタンポポコットン作りましょうね。ちょっと難しいよ、実況が。針を装備するの忘れたらダメですよ。はい、わかりました。よし、ここで装備するんだね。これはね、一回略にします。あ、こんな感じ。火事と同じですね。あと、錬金術ね。はい、位置が変わってるだけ。だから、まず、着替えで、ライフ道具のこれだね。練習針を装備して、よし、やっていきますよ。はい。はい、レシピの選択。で、これやってマスターからの試練をやって終わりかな。タンポポコットン。材料は11個ありましたね。はい、スタート。すぐ上がるかな。真ん中は何だった？連打かな。連打じゃなかった。真ん中にこれ A ボタン合わせれば大丈夫ですかね。こうやって1、2。で、2回でやったらグレート。あ、こっちもか。財布はね、なんか、あれだね。ずっと押すやつはないね。これが2つだね。ファンタジーライフオンラインもなかったっけ、これ。へぇ、合わせるのが2つあるんだね。裁縫は。5しかもらえんかった。当たり前か、最初やから。はい、渡しましょう。できたのね。はい、ちょっと見せてみて。うんうん、ちゃんとできてるわね。仕上げも丁寧だし、縫い目もしっかり。あなたは裁縫師に向いているかもしれない。確かな情報を頼りに、素材を集め、集中力を発揮して、最後の一針まで大事に。口で言うのは簡単だけれど、これができる人、案外少ないものなのよ。お仕事の依頼が来てるんだけど、あなたになら任せられるかもしれないよ。いや、まだ1回しか塗ってないけどな。あのね、このクルブル君にはもう一人私の弟子がいるの。ほら、チョメ、さっき会ったでしょ。教会の庭にいたシュッサーのことだよ。言ってる言ってる。あ、バレるぞ。親プーリー、まるで教会の外にいたみたいな言い方ね。あ、あのシュッサーって大抵教会の庭で作業してるから。まあ、そういえばそうね。マイムが鈍感でよかったな。で、そういえばそうでしょ。まあまあ、マイムが気を使ったのかもしれんね。では、そのシュシュがたった今お友達を連れてうちに来たのね。
え、チョメの仕事を見てから気がつかなかったよ。これを何とかしてほしいって相談だったの。ふわふわリボンの服のレシピを覚えた。あ、かわいいね。蝶ネクタイ同士で。どう素敵なお洋服でしょ。プーリーは私の手伝いで忙しいからこの依頼はチョメにお願いするわ。あなたなら大丈夫ってこと私にはわかるのよ。うん、僕にもわかる。わかるじゃない、わかるか。チョメなら大丈夫っぽい。詳しいことはシュシュから直接聞いてみて、一緒にいたチャコさんのお店に急いで行けばまだいるはずよ。チャコさんのお店はクルブルクの大通りよ。洋服の看板が目印だよ。じゃあ行ってらっしゃい。よし、じゃあもう一回ワープしていくか。自宅に戻る。マイルーム。はい。もしかして右だった？クルブルク大通り。ここだったような気がするけど、クルブルク大通り。ああ、なんか嫌な予感がする。ああ、ちょっと遠回りになる。いや、大丈夫、大丈夫。こっちの方が早い。いや、これはワープせんでもよかったな。普通に出て行ってと同じぐらいだったな、距離的に。あ、お客さんがおる。チャコン話しかけよう。あ、さっきの新人さん。ひょっとしておばあちゃんの代理で来てくれたの？どうもありがとうね。実は私とチャコとでお城のカーテンを作ることになったの。あ、その前に紹介しないとね。こちらはここの店長、チャコさん。チョメさんですね。よろしくお願いいたします。カーテンの話はとてもありがたくて、もちろん引き受けました。そしたらうちの職員たち、カーテン作りで手一杯になって、このままでは普段のお客様からの注文に応えることができなくなってしまうんです。そんな時、どちらも断らなくていい方法をマイムさんが提案してくれたんです。私の弟子が各地に散らばってるから頼んでみなさいって言ってくれたんですよ。そのうちの一人がチョメ、あなたなのよ。なんだって？どうかお願いします、チョメさん。チョメにはふわふわリボンの服を仕立ててほしいの。レシピを見たら大変そうなので、私も一緒に行くから。材料はタンポポコットンとふわふわリボンね。チョメは確かタンポポコットンを作ったのよね。もし足りなかったら少しなら調達できるよ。私、市場のお兄さんと仲がいいので。問題はふわふわリボンね。やっぱり市場の店員に聞いてみる方がいいんじゃない？そうだろうね。まずはとにかく市場かな。チョメ、行きましょう。焼いたりとかいろいろ教えてあげる。よーし、じゃあリボンを手に入れに行こっか。はい、右かな。右だね。てかファンタジーライフリンクの実況したらさ、ずっと喋っとるからさ、毎回声が枯れちゃう。よし、下だな。おや、裁縫師になりたいって感じだね。初めて見る裁縫師さんは今日だけで二度目になるな。お、新顔さんの後ろにいるのはシュースちゃんじゃないの？こんにちは。こちら将来有望な裁縫師の卵です。お、それは楽しみだね。ところで今日は何を？今急ぎの依頼があるんだけど、タンポポコットンが少し足りないの。急ぎなのか、それは大変だ。持っていきな。タンポポコットンを2個手に入れた。ありがとう。いつも林が早くって助かっちゃう。シュースちゃんにはお世話になってるから今日はタダでいいよ。そんなの気前よすぎるでしょ。いいのいいの、新人さんに好かれたいしね。はははは。その代わり急ぎの仕事が終わったらまたドーンと買ってくれよな。わかった、そうする。ほんとどうもありがとう。あ、それともう一つ、ふわふわリボンって売ってるのかな。あー、ふわふわリボンか。あれはね、なかなか入ってこないんだよ。え、そうなの。ふわふわリボンのレシピはちょっと変わりだねって言うからね。買うしか方法がないと思ってたけど、レシピがあるってことは作れるのね。作れるには作れるけど、かなりの知識と技術が必要なんだよね。まあリボンだからね。物知りで腕の立つ裁縫師さんでもいればなんとかなるんだろうけど、そんな人おばあちゃんくらいしか思いつかない。でもせっかく代理でお仕事してるのにおばあちゃんに聞いちゃ意味ないし。おお、そうだそうだ、そういえば一人それらしき人がいたよ。誰だ？え、誰ですか？ついさっきまでお店にいたんだけど、ポルトポルトの裁縫師さんだよ。いろいろ買ってくれたんだけど、あんな真剣な表情を久しぶりに見たな。質問も的確だし、素材の目利きも確かだし、かなりの腕の持ち主がいないよ。そういえばその裁縫師、ウール系の素材の元を見に行くって言ってたな。ウール系の素材の元、わかるだろ、羊のことだよ。他に当てがないなら探して聞いてみるがいい。ついさっきここを出たばかりだから。カリドのところ行く？うん、そうしてみる。ありがとう。ちょっと行ってみましょう。でも羊がいるところってどこだったっけな。カリドのところじゃない？腕利きの裁縫師を探しよう。だから左行って下行ってからさ、多分あそこと思う。
まあ、カーリードやってない人分からんけど、下行って右だと思うんだけどな、右下か。あ、ワープせんかったけど、ワープせん方が早いね今回は。これどうする？人参とか拾っとく？あ、いい、野菜泥棒来ましたよ関係ないけど、あ、おったおった、ここだね、やっぱり右下、ここの。あ、こんにちは、しっけ。あ、かわいい。その服装からすると地元の裁縫師さんですよね。クルブルクを実にいいところです。僕気に入りました。なんか会ったことあるような気がする。このような気候だから良い羊が育ち、良い羊毛が取れるのでしょうね。我が国では綿はよく育つのですが、羊毛となるとこれがなかなか難しく。あ、あ、自己紹介がまだでした。僕はシッケ、ポルトポルトから来ました。え、あ、私はシュシュ、こんにちは、チョメ。こちらはチョメね。すいません、一つお尋ねしてもよろしいでしょうか。市場にいらしていた裁縫師さんというのはシッケさんのことですか。ははは、あなたは腕の立つ探偵さんですか。いえ、市場の店員さんに聞いていたんです。腕の立つ裁縫師さんが買い物に来たって。あの、それでもしそれが本当ならお願いしたことがあるんです。僕でお役に立てるなら。急ぎの服を仕立てるのにふわふわリボンがどうしても必要なんです。でもそれはかなりの腕前がないと扱えないって聞いたんです。それで私たち、あなたのことを。君たちほっとして、マイムさんのお弟子さん。え、おばあちゃんを知ってるんですか。知ってるも何も、いや、その話はまたいずれ。でも考えてみたら、マイムさんに頼めばふわふわリボンくらい。それがダメなんです。私たちおばあちゃんの代理なんです。いつまでもおばあちゃんに頼りきりだと、おばあちゃんを心配させるだけで。ああ、なるほど、そういうことでしたか。材料の持ち合わせがないのですが、羊毛さえあれば作って差し上げます。え、本当ですか。マイムさんのお弟子さんが困っているものを黙って見ているわけにはいきません。ここにいますので、羊毛早く。右下行こう。はい、取りに来た羊毛メリー、さっきの立ち話丸聞こえだったわよ。あ、喋れるんだ。まったく、欲しいのはこれね。あ、ありがとう。大丈夫、怒られん、カリロの人に。おばあちゃんとかに怒られん。ここのちょうど薄着にしたかったところなのよ。いや、こんなんやってたら捨てられちゃうよ。あなた大丈夫、メリー。ありがとうね、でも。ありがとう、ありがとう。この二人に捨てられちゃうからね、そんなことしたら。ババ様とさ、あの、ブルーメに。大丈夫かな、ちょっと心配やけど。用なしの羊は処分しろとか言われたら嫌やからな。羊毛渡した。羊毛手に入ったんですね。それだけあれば足りると思います。確かふわふわリボンでしたよね。ちょっと待ってください。マイムさんが昔作った針の歌でも歌っていてください。あなたも、あの歌をご存知なんですね。多分歌い終わると同時にふわふわリボンが出来上がりますから。じゃあ私歌います。波縫いぐし縫い返し縫いすこばい星止めシャーリングララ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 夜空の星も輝く縫い目に見えてくる恋がほつれたならときめきの糸で一針一針丁寧に一針一針歌いながら気持ちも一緒に縫い込めるのよ。合ってた違うような気がする。はい、できました。歌知らないもん、しょうがないでしょ。ふわふわリボンを手に入れた。すごい、ぴったり、やったぜ。じゃあ戻るか。工房に戻ってプーリーと話そう。あ、これまだダッシュが切れないからダッシュしていくわ。これ戻って家から出るのに時間かかっちゃうからね。ダッシュのスキルも上げるから。だからゼロに近くなったらワープしよう。あ、でもこれで終わりそうだね。なんかこのライフクエストで工房に戻ってプーリーと話して作成して終わりかな今日は。やっぱ昼やるの方がいいね。実況的に見えやすい、サムネも作りやすい。まあ、今回室内やからいいけどね、外でやるのはちょっとあれだよね。やっぱ昼の方がいいよな。わあ、おかえり。準備はできたのかな。では難しいレシピの作り方教えるね。スキル、服の知識を習得した。やったぜ。じゃあやるか。レシピの選択、これはもう作っていいかな、すぐ。はい、この右かな。あ、L ボタンを押してふわふわリボンの服スタート。これわざと失敗してみたいな。でもどんな感じになるんか。まあいいか、作るか。連打やな。早っ早かった。
これも合わせるやつ。まあ、たまにファンタジーライフオンラインやってみるか。こう同じだったかな。はい。ふわふわリボンの服が完成。やったね、チョメ。チョコが待っているから、急いで持って行ってあげよう。これ着てみたいな。ちょっと着てみたらどうなるんだろう。着替え。あ、ないね、でも。あ、これは特別なやつなんだね。ないね。はい。じゃあ、ファッション店でチョコと話そう。あ、これはワープした方が早かったかもしれないな。あ、ワープせんでよかった。こんにちは。チョコ、待ちきれなくて来ちゃったのね。うんうん、そうじゃなくて、たまたま近くに用事があったから、よかった、ワープ線で二度手間になるところだった。まあ、たぶんできん仕様だと思うけどね。ねえ、そこに見えてる、ふわしたしたものってもしかして。そうよ、チョメが作ったのよ。すごいでしょ？ふわふわリボンの服を渡した。チョメさん、ありがとうございます。本当に助かりました。実はふわふわリボンの服が一番の悩みの種だったんです。シュシュもいろいろ助けてくれて、本当なんとお礼を言ったらいいのか。俺はいいから、このふわふわリボンの服を早くお客さんに届けてあげて。うん、そうするわ。でもその前に500リッチを手に入れた。二人ともどうもありがとう。やったぜ。じゃあ戻るか。上かな。前向きに報告して終わろう。二人ともお疲れ様でした。よかったわね、シュシュ。私だけじゃどうしようもなかったかも。チョメが来てくれてよかった。それにポルトポルトから来たっていう名も変わった名前の裁縫師さん。確かシャッチッカじゃなくてシックよくわかんない。シッケのことね。あのシッケがクルブル君に。そうそう、シッケさん、おばあちゃんのこと知ってるって。そりゃそうよ、シッケは私の弟子だもん。え、そうだったの。まあ、弟子は多そうだよね。そういえばまだ話してなかったかしらね。あなたたちの先輩ってことになるのよ。それにしてもクルブル君に来てるのな。顔ぐらい出してくればいいのに。とても腕のいい裁縫師に育ってくれて、湿気は私の誇りなの。チョメにも同じ素質を感じるわ。迷わず今の道を進みなさい。もちろんシュシュも同じよ。お友達のためによく頑張りました。おばあちゃん、裁縫師にとって技術や経験より大切なことを私たちは知っているよね。それは人の気持ちを思いやる心。その服を着る人の気持ちだったり、時にはライバルの気持ちだったり、大事な話だからプーリンもお聞きなさい。波縫い、ぐし縫い、返し縫い、スコバイ、星止め、シャーリング、ラララン、はい、イカ略。ふふふ、彼もよくわかってるみたいね。プーリンは私のことを心配して仕事があるのに教会まで来て。あ、なんでもない。なんて言ったの？ふふふ、全然聞こえなかったわ。聞こえないふりしてくれた。私の弟子はみんな優しい。幸せ者よ、私は。ところで裁縫師が作るのは服だけじゃないの。いろいろなものが作れるのよ。あなたには他の知識も教えてあげないとね。何を使えるの？スキル、織物知識を習得した。それじゃあ私からも教えるね。スキル、小物の知識を習得した。ああ、なるほどね。家具とかそういうのも使えるってことか。アップリケが見えた。あ、そうそう、きちんと今回の成果を見てあげないとね。はい、ランクアップ。声がガラガラです。駆け出しのレシピを覚えた。いろいろ作れるね、これで。さあ、これでチョメも一人前よ。これからはコツコツと実績を上げながらスターを貯めてお行きなさい。いつの間にか上達していることにある時ふと気づくもの。私も追い抜かれないように頑張らなくっちゃ。そうそう、そういう気持ちも大切よ。みんな頑張ってね。裁縫師駆け出しの物語、目的達成。では今回の実況はここで終わります。最後までご視聴ありがとうございました。実況者はチョメでした。じゃあね、バイバイ。ありがとう。セーブして終わります。はい、失礼します。